ドズルです。そしてやっちゃう、アレキジョーンズです。ありがとうございます。はい、はい、ということで、今日はね、ドズさんとアレキジョーンズちょっと恥ずかしがってませんか。いやいや全然全然、なんかちょっと控えめでしたよ。いやいや、200%今日初3人コラボということで。初ですね、はい、そうですね、よろしくお願いいたします。ということで、はい、まあね、顔は出すか出さないかだいぶ長めに吟味してきた、出さないっていろいろ考慮してね、いろいろ考慮いたしました。いろいろあるんだね、はい、各方面確かに、先生、はい、今日は先生、今日はね、やっていくのは、はい、まあ、ドズルさんになら来期アネキジョーンズでちょうどいい説、はい、ということで、ね、これ以来ですね。いやいや全然あるんでか、前回勝ったっすよ。え、いや、前回、ま、え、負けた、あれ、待って、いや、前回、いや、俺ボンさんってやつに勝った気がします。ボンジョーンズ、ボンジョーンズ、ライキボンズ、ライキボンズで、ちょうど勝った気がしてますいや、わかんない、それぐらいちょうどいい。勝ちました。あ、なるほど。アニキジョーンズ先生は、ね、だってトロが、はね、今フレンドにいるんですけど、圧倒的、圧倒的下じゃないですか。圧倒的っすよ。これ、負けようがないっすよ、僕。え、甘いっす。いやいや、これさすがにじゃないですか。いや、ただの戦略じゃない作戦がね、作戦があるんだよ。あ、作戦がある、作戦があるんで、ちゃんと練ってきたんですか。いや、もうバッチリ。あ、なるほどそれちょっと怖くなりますね、僕だって負けちゃうとね、ちょっと怖いですけどね、いろいろですが、はい、まあ、ですが、しかしね、さすがに1300なんで、はい、で、ボンさんは確かトロ6400ありますね、はい、だからそれで交互で、まあ、ちょうどよかったじゃん。ちょうどよかったです、はい、なんで、まあ、さすがに交互だと、はい、ちょっと、まあ、まあ、ちょっと若干ですけどね、若干部が悪いんだと。さすがにね、若干分1300になっちゃいますから。そうそうそう、はい、なんで、まあ、2枚出してから1枚で、はい、あー、なるほど。まあ、そしたらなんかもう2枚出したらほぼライキジョーンズじゃないですか。いや、違う、違います。ほぼライキジョーンズになる説が、ね、あ、まあまあ、じゃあ 2枚出して1枚。そうですね、2枚出して1枚ですね。はい、わかりました。まあでも大丈夫かな、勝てそう。いやいやいや、その2枚出して1枚の1枚をスケルトンだけとか、はい、1コスだけで回すみたいな。まあ全然、あれ、甘い作戦当てちゃった説。甘すぎますちょっとね、あれ最近ね、僕企画数当てちゃうからな、ダメっすよ。よろしくお願いします。お願いしますさあ、行きました。はい、じゃあ最近2枚俺出して、はい、あ、待って、カードの名前わかる？名前は多分わかる。本当？え、でも教えてくれるんだよね。あ、そうそうそう。言ってた。これ出してって言ってもどれどれって。じゃあとりあえず。そんな生ぬるいゲームだったっけ。とりあえずね。あ、やばい、わかんないか。私のトロのでいるやつしか。あ、確かに。本当？1300にいないカードがいますもんね。じゃあまあ2枚俺が出したら1枚。うん、1枚出すね。はい。どうしようかな。あ、動きなし。とりあえずね。それはね、私も知ってるね。いつものやつね。いつものやつね。むしろこの作戦しか知らない。確かに。タンク系ジャイしかいないですもんね。これ、教えて。紫って何？待って。あれ。いいです。あれミラー。はいはいはい。よしよしよし。簡単でね。あー、出た。でも、次俺だよね。あと1枚俺出して、うん、早くも来た、早くも。あれ、いやいや、まあ、言うて、ちょうどいい。やりすぎ、まだまだ1枚ずつの方がいいっすか、まだ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 。いや、ちょっと待って、マジで負ける。いい勝負しなきゃ。よし、OK。次、来て、なんか攻撃されたら、うん、ああ、じゃあいつもの、いつもの作戦ね、作戦で。作戦、あ、作戦いつも溜まってから作戦、ね。そう、溜まってから作戦1で。作戦 1？ A で、はい、作戦 A。作戦。オッケー、あー、素晴らしい。はいはいはい、あ、それは強い。それは強い。だってこれもう実質ライキジョーンズやん。いや、違う。実質ライキジョーンズや、これは。よくないですよ、そういうの。これだってこのジャイは誰でも出せる。いやー、スパーキー来た。
やべえ、負けそう。ライトニングとトルネがあったんですよね。はいはいはい。で、ライトニング打ったばっかなんで。はい、いやー、きついな。紫の欲しいかも。紫の欲しいかも。紫。あー、やばい、やばい。よし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 。よし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 。いけ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 。やばい、やばい、やばい、やばい。いける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 。まあ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 。よし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 。勝てる勝てる勝てる。ちょうどいい。作戦2。本当に作戦2個あんの。前右右右前右前。オッケーオッケー。よしよしよし。よしよし。あ、やばいやばい。よしよしよし。やばいやばい。勝てる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 。よし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 。勝った勝った勝った。これはさすがに勝った。なんか適当にどうぞ。もうちょっと、いや、さすがにいけない。いやー、いや、ずるくない、何もずるくない。いや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 、ありがとうございます、ありがとうございます。いやー、ちょっとなんかちょっと違った。拍手喝采、拍手喝采です。ちょっと違ったいやいや、ちょっと危なかったですけどね、初めね。まあまあまあ。はいはいはい。ちょっとほぼライキジョーンズだった。いやいや、違いますよ。え？何をおっしゃる？ライキパイセンが全てプレイしてても結果は同じだった説が。ありますが、若干。作戦2が。作戦2がね。今回2用意してきた。作戦2、こっちで。こっちでね。いや、じゃあ行きますか。え、また2枚1枚でいいんですか？3枚1枚になるともうライキジョーンズやぞ。いやいや、そんなことない。あ、違います。じゃあいきます。その1枚がまたいい味が、いいスパイスになるかもしれない。確かに。よろしくお願いします。よしよしよし。じゃあ送ります。はい。いやー、ちょっともう大人げなく私勝たせていただきますわ。いや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 、プロだからね。プロプロプロ姉だから。確かにプロプロプロ姉、プロプロプロ姉ですから。そっちからハードル上げる。そっちから。おお、ゴレ。珍しいパターン。え、ライキジョーンズゴレは珍しいですね。珍しい、それは。次は俺があと2回プロしてから。それもうゴレとかもう姉貴ジョーンズほとんど触んないんじゃないですか。甘い甘い。甘すぎますよ。甘すぎます。いや、でもゴレ対決は僕もう何万回とやってきましたから。はい。まあまあまあ。おお。どうぞ。はい。こいつをまあ前の方にぴょん。あ、前すぎ。これは前すぎる。まあ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 。難しいな、その前すぎる、前すぎないよ。これでね、あれで俺はあと2プロ、2プロできる。2プロできる。いやー、きついなー。あと1プロ。あと1プロか。やべ、これめっちゃ難しいな。どこで姉貴ジョーンズを挟むかって。で、これ、どうぞ。いや、これ難しいよ。こいつをね、ちょっと後ろに行っちゃった。あいー、めっちゃいいめっちゃいい。え、はい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 。とはいえ、とはいえ、あー、うまい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 、うまい。あと1プロね、あと1プロ、あと1プロ、あと1プロ。いやー、3プロでけえな。これであと1プロか。あと1プロ。これで、で、このダークネクロを後ろにつけると、ヒント、ヒント。後ろにつけると、指示じゃないそれ。後ろにつけると、指示じゃない。あ、つけすり抜けた。もうつけている。オッケーオッケーオッケー。いい。負けねえ負けねえ。よし、どうぞ。こいつをいい感じに前に前にパッパッパッ。大乱闘してる、大乱闘してる。いやー、これちょっと待って、負けたくせえ。あと2プロできるのか。あと2プロできます。いやー、強え強え強え。
前に適当に出すなんかこれは終わったなんかさすがにサンプルは強かったあーよしちょっと疑惑ですね、これはほぼライブ読む作戦B 刺さりが良かった感じがしますね。あんなキジョンズ何回出しました？ユニット20回ぐらい絶対嘘絶対嘘21じゃない？21が21でさすがにそんなに言うならどうしたもらえやっぱ一応やっぱいやいやだって3-1だともうほぼ来季ジョンズですもん。続きまして3試合目お願いします。3試合目私は出来が決まりました。本当ですか？いやもうこれしかないわ。なるほど、お願いします。いやこれは2プロ目。2人は仲いいっすね。いやそうなんですよね。めちゃめちゃ昔からずっと仲いいんですか？うん、まあ中学時代に結構喧嘩が多かったぐらいで、はいはいはい、言うてやっぱそう、来季はいつもバドミントンしようぜバドミントンしようぜやパワーワードバドミントンばっかしてました。いやそうなんですね。いや本当そうっすね、ずっとしてました。おじさんは兄弟とか？僕妹がいますよ。あ、そうなの？はい、妹います。スパヤキー出たよ。あ、そっちだ。うまい。うまい、いい作戦チーム。いやー。まあ、とはいえやばい、やっちまった。じゃあ、紫前パーンって、うん、危ねえ。まあ、最悪は逃れた。うーん、危ねえ。レイジとジャイしか出してなくないです、アネキジョーンズ。全然え、そんなことない。多彩レイジとジャイしかさっきから出してない説は。そんなことない。なんかよくないよ。バレつつあるバレつつあるこれが永遠に嫌だ。あ、やばい。足前になんか別によしどうぞ。作戦 A はジャイ後ろ。バレてる。完璧だ。よし。そうだ。はい。なんかいい感じの質問ポンと。調子悪くない。勝てる。あ、言っちゃった。高速だ。はい。よいしょ。いや、数を仕切る。よし、勝った。これはさすがに勝った。やろ。オッケー。なんか出して作戦外になるとなんか出してる。オッケー。難しかった。なるほどね。まあ2-1だと難しいね。
難しいね。しいねバランスが、バランスが難しいですか。難しいね、まあ、ちょさすがにね。さすがにね。ちょうどよくないですよ。先輩。さすがに僕もやってますから、クラロ。言ったらね、3-1で勝ってるから。勝ちまで。しかも3-1のゴレはもうほぼ来季上手。ゴレそもそも手っていうあの手数が少ないのに。というところで、っていうところで、ね、はい、締めお願いします。締めか、難しいな、なんかある。終了します。ってことで、まあドズさんとね、はい、今日は、アヌキジョーズも、ね、来てるんでね、3人でね、はい、はい、結構、コラボ動画撮るんでね、そちらもぜひお願いします。ということで今日は終わります。バイバイ、バイバイ、バイバイ。